ありませんか？もし小さな一歩を進めなくなったとき、この大きな時の流れを見て小さな一歩を歩み出してみませんか？小さな一歩から大きな流れに加速していくでしょう。以上でシャスタの旅は終わりになります。また皆様にお目にかかれますことを楽しみにしています。